ゼラチン効と培養法についてご説明いたします。ここでは GLS250 ゼラチン溶液を使用いたします。 100ml を使用する場合には 10ml 程度のゼラチン溶液をご使用ください。ディッシュ状にゼラチン溶液を加えます。ディッシュを揺らし、ゼラチン溶液を全体に広げます。37度の CO2 インキュベーター中で1時間静置いたします。培養ディッシュを取り出し、ゼラチン溶液を吸い取ります。培養液もしくは PBS などの緩衝液で3回洗浄いたします。ここからは通常通りの細胞培養になります。必要な細胞数を培養液に検諾し、ゼラチンコート済みディッシュに播種してください。以上、ゼラチンコート培養法についてご説明いたしました。